娘が宇宙人の実験材料に。そこは非常なまでに強欲な強人だけが存在する残酷宇宙。奴らは人間じゃないんだ。奴らはフルーツゼリーの食べ方を知らない。それは世にも恐ろしい罪を背負った女の物語。 誘拐されたんです。僕たちの子供がいるわけないんだ。私たちが宇宙人と混ざるなんて。謎の霊媒師、怪奇の館、FBI工作員、そして地球征服を企む宇宙人。驚愕の真相に向かって突き進むとてつもなくディープな世界。はい、タクシー。 ホラー、カンフー、ミュージカル、何でもありのスーパーエンターテイメント、ここに登場。祈るのです、シスター。真実はこれや。直視せよ、血を吸う宇宙。5月17日、オンセール。